はい、今日はユーザー車検のね、車検対策シリーズで、今回は僕のアイテムのこの子をね、参上です。この子何か分かりますか？分かんないですよね。これね、こっから下から上まで、これがね、ちょうど、90mm。 ただね、僕の体重分で車の車高が下がることを考えて、これ90、一応ね、3mm で、カットしています。で、それはなぜかというと、まあ、車検の際にね、最低地上高が90mm以上ないと、車検に通らないので、まあ、それをね、チェックするためのアイテムになっております。リリ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 リと。で、この子なんですけども、まあ、ここにね、太鼓がついておりまして、よいしょ、よいしょ。この子を当てると、ね、だいたいこの辺はね、スッスッと行くんですけど、こことかね、これも当たるんですよ。これ当たってね、これ90ミリないんですよ。ここは、後ろはいけるんですよ、ギリでね。でも前が車高下がってるんでアウト。んで、こっちの前に来るとまたこのマフラーのね、ここが、これアウトなんですよ。なので、今からね、車高調を調整して、まあ、車高をね、フロント2センチぐらい上げたら、なんとかクリアできるようになると思うので、今からね、その対策をしていこうかなと思っております。まあ、この子ちょっといろいろとね、ブレーキとかマフラーとか手直ししないとね、車検通らないので、今から車検通るようにね、整備をしたいなと思います。はい、そしたらね、タイヤの方を外して、車高調のなんですけど、まあ、ここにね、上にね、上と下とこれが、ついているんですけど、今回はね、前兆式の車高調なので、こっちのね、上のやつを、緩めたりすると、バネレートが変わってしまうので、今回はね、下のこちらを緩めて、これでも、直がくるくる回るので、これで、車高を上げていきます。まあね、こんな感じで、ね、この分がね、ここの隙間のこの分が、上がったね、車高の高さになります。まあ、ちょっと今はまだね、仮で回しただけなんですけども、今から左右ね、高さ調整をしてね、車高をね、力上げていきたいなと思います。こっちはね、触らないでくださいね。そしたらね、車高を上げたので、もう一度ね、検査に通るか、確認をしたいと思います。当たっていた太鼓のところも、こんだけ余裕ができました。で、前の杖のところも、はい、だいたい、5ミリから1センチぐらい隙間ができたので、これで車高的には、はい、車検クリアです。まあ、でもね、こんな感じで車検対策をしています。あとね、ちょっと他のところも手直しして、明日ね、車検に持っていこうと思います。こんな感じで、だいぶね、ここ車高を上げました。なんとかなるでしょう、明日も。